暑い中ここ沖縄ドーム大阪にお集まりいただきましてありがとうございます。本日も MC を担当させていただきますのはビーズドリームズの京子です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日やっぱ暑い思ってあの長ズボンやめたんや、はい、そういうわけじゃないんですね。今日はサードなのでちょっと短パンと合わせてみました。あ、そうか、長ズボンはな、長ズボンはな、はい、本当に暑いので皆様水分補給忘れずにステージの方ご観覧くださいね。はい、さあバファローズ後半戦ねちょっと連勝がストップしてしまいましたが、今日は必ず持ち直して勝利をつかみたいと思います。皆様でよろしくお願いいたします。はい、そしてなんといっても本日は懐かしのヒーローデーということで、あの有名なね神谷明さんが北斗の拳のケンシロウによるバファローズ先発メンバー紹介。有名な神谷明さん言いますけどね、はい、僕例えばこの辺に神谷明さんおっても気づきませんよ。いや、分かる人は分かりますよ、ね、ほんま分かる、分かる、顔見て分かる人分かります。分かる、ほんま絶対ね、絶対分かれへんで。そうなんですか、はい、筋肉マンが試合中に選手コールをするウグイス状ならぬウグイスヒーローを実施してくれたりと。筋肉マン大早いですね、なんか通天閣の新人大使かなんかやってる ね素敵な声で私たちを後押ししてくれますけど、はい、あ、九条ボールの一番端の駅の近いところこのぐらいの筋肉マン立ってますからね。あれ一回よかったら見に行ってください。はい、まあ皆様ぜひ見に行ってください。昨日僕貸してって言ったら、これが飾り前が貸せませんって言われて、貸し出しはちょっと難しいと思います。講談社に言うてくださいって言われます。そうなんですか。はい、さあ皆様にはですね、自分にとってのヒーローって必ずいらっしゃると思うんですけれども、はい、はい、私にとってのヒーロー、そしてヒロインはもう決まっています。早速ご紹介しましょう。その前にこのお二人を。そうです、私のヒーロー、そしてヒロイン、バファローブルクとベルちゃんです。はい、ステージに上がってきてもらおうかな。いらっしゃいました。バファローブルク、そしてバファローベルちゃん、本日も皆様と一緒に球場を盛り上げていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、頑張ろうね。今日も2人ともサードの服に髪を包んでくれてかっこいいね。はい、さあそれでは暑いのでですね、この太陽を打ち放すくらいのダンスステージを早速始めさせていただきたいと思います。皆様暑さに負けずですね、手拍子そして声援でどうぞ盛り上げていってくださいね。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは最初はノリノリのこの曲から、幸せなら一緒に手を叩こう。イエス、続けてお届けします。皆様必ず耳なじみのある曲だと思うので、皆様ここからも手拍子で盛り上げていってくださいね。それでは早速参りましょう。ミュージックスタート。さあ皆様暑いですが一緒に盛り上げてくださいね。Oh, my God.
時はビビッドリンクがとっても爽やかな風を吹かせます。ウッドルーン、曲となってしまいます。まあ今日もですね、たくさんのお客様に集まっていただきましたので、せっかくなので次は球団応援歌のスカイを皆様でぜひ一緒にサビのところから踊ってみたいと思います。私がまず音楽をかけずにサビの部分を一緒に皆様と一緒に練習をして、最後に皆様で音楽をかけて一緒にダンスしたいと思います。ぜひ前にいるお友達も立って、ブル君、ベルちゃん、そして前のディストリンクと一緒に踊りましょう。はい、皆様もぜひね、手だけでもいいので一緒にやってみてくださいね。とっても簡単な振りなので、ね、皆様絶対もう、そうですよ。はい、子供たちは前に出てきてね。はい、お姉さんが見える方を立って立てるかな。そう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 。で、お姉さんの真似っこして踊ってね。ブル君とベルちゃんもお願いね。真ん中の一番前の おっちゃん、あんた子供やろ。一緒にされますか？一緒ですか？踊れんねん、知ってんぞ。じゃあ一緒に踊ってくださいね。はい、もうバレてますので一緒に踊ってくださいね。はい、それでは早速青りコスパフォローのサビのところから説明していきたいと思います。まずは両手をバンザイにします。はい、そのバンザイにした手を、皆さん大丈夫ですか？後ろの方もぜひ一緒に踊ってくださいね。はい、バンザイにしたら今度はその手を胸の前に持ってきます。今度は下、そして胸の前でバツ、オリックスの X を作ります。そしてその手をくるっと開いて、頭の上で2回トントンと叩いたら、両手を左右に右左にと4回振ります。そこまで大丈夫ですか？そこまで、じゃあちょっと続けて早くやってみましょう。バンザイからいきますよ。はい、皆様いきますよ。せーの、バンザイ、真ん中下、バツ、開いてトントン、手を振ります。あと2回。そうです、それを2回繰り返してやってください。その後はスカイハイウェイブでジャンプをします。皆様ぜひ一緒にジャンピングしてくださいね。ジャンプが終わった後は4回手拍子をしますよ。じゃあ3回続けてジャンプやってみましょうか。いきますよ。はい、それでは皆様ジャンプの準備よろしいでしょうか。いきますよ、せーの、ジャンプ、手拍子4回、せーの、もう一度ジャンプ、手拍子4回、最後のジャンプ、手拍子、手拍子、手拍子、そして最後まで手拍子をしたら、最後はかっこいいポーズで終わりです。さあ皆様、ちょっと上がった頭があまり見えなかったんですけど、ぜひ一緒に音楽かかったらジャンプしてくださいね。よろしくお願いします。さあ、ささっとやってしまいましたが、もう皆さん大丈夫ですよね。スカイですもんね、よく聴いてる曲なので大丈夫だと思います。それでは前のお友達も大丈夫かな、覚えられた？はい、綺麗なポンポン持ってきてくれるかな。そのポンポンキラキラしながらぜひ一緒に踊ってください。さあ、それでは私がミュージックというので、皆様で一緒にスタートと言ってください。そしたら音がかかりますので、よろしくお願いします。さあ、博士さんも素敵な歌声をお願いいたしますね。はい、それではいきますよ。ミュージックスタート。はい、最初は手拍子で夢を指と書いて虹の
ありがとう、とっても上手だったよ。はい、ぜひね、Qちゃんの中でラッキーセブンでもぜひ今のダンス一緒に踊ってくださいね。ありがとうございました。はい、さあ暑い中本当に盛り上がりましたが、本日もこのメンバーで球場を盛り上げていきます。そして今日ここ京セラドームにご来場いただいた皆様と一丸となってバファローズにエールを送りましょう。本日は北海道日本ハムファイターズ連戦の最終日、ラストを勝利で飾りましょう。それでは最後はワンツースリーゴーバファローズでこのステージを一旦締めくくりたいと思います。私がワンツースリーというので皆様拳を空に向かって突き上げながら大きな声でゴーバファローズと一緒に言ってくださいね。よろしいですか。はい、それでは本日もオリックスバファローズの勝利を願ってワンツースリーゴーバファローズ。ありがとうございました。また後ほど球場の中でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ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 。また早起き替えてな。もう汗拭いといてな。何も。おやじ。はい。大丈夫です。暑さ大丈夫ですか。いけますか。暑さでね、暑さで素顔が出てしまった人を発見しましたよ。どなたですか。暑さで化粧がベローンで取れてしまって、あ、こんな顔やったのに、スケールさんここにいました。スケールさんでいつも化粧してたんですか。スケールさんも素顔出てきました。わかんなかったよね。有名な方ですよ。テレビで抜かれてね。じゃあ後で握手してもらおうかしら。はい、じゃあ皆様汗をしっかり拭いてね、飲み物を取ってくださいね。この後はですね、少しだけ今後のちょっと楽しいイベントについてだけお話しさせていただきたいと思います。本日は試合終了後におなじみのマクドナルドフィールドランニングが開催されます。今日はね、はい、マクドデーですからね。そうなんですよ、今日はマクドナルドデーなので、ここがマクドの入り口かなと思ってしまいます。違いますよ、ここは気をつけたと思うんです。ここでビッグマックとか言わんように。はい、皆様気をつけてくださいね。はい、そして今日ですね、試合が行われていたそのグラウンドに一緒に走れるという企画なんですけれども、小学生以下限定とさせていただきますが、こちらに参加したいという方は開門後13番ゲート内コンコースにて参加券を配布しておりますので、ぜひ試合していたグラウンドで走りたいなっていう方は13番ゲート行ってみてくださいね。よろしくお願いいたします。あ、ベルちゃんも走りたい。レディーゴー。はい、ゴール。かわいい。ありがとうございます。今のシャッターチャンスですよ。どっちのシャッターチャンス。ベルちゃんですね。はい、すいません、出しゃばりました。あ、2人のシャッターチャンスです。いや、でもボルト選手もね、これはきちんとスタートから頑張ってほしいんですけど、あんまり頭そうですね、オリンピックも応援しましょう。はい、そしてですね、本日のヒーローデーにちなみまして、牛丼が発売されるんですけども、キッグマンも大好きな牛丼が発売されるんですけども、そうなんですよ。で、ちょっと私が抜粋して美味しそうなやつをちょっと選んできました。こちらのスタミナ牛丼というやつなんですけれども、こちらは3階3塁側内野席のファンザフレンズさんで700円で、これは売れるような気がします。そうなんですよ、このね、暑い夏をこのスタミナ牛丼食べて、ね、スタミナつけて、ちょっと前までのポテジャガかなんかわけわからないけど、これ売れるような気がします。ジャガポテですね、はい、これ売れる。そうなんですよ、ニンニクの芽かな、これ入ってるので。コケじゃないですけど、聞いた話によりますと、はい、牛丼に僕春雨入ってるの嫌いなんです。春雨入ってますか。糸こんにゃくじゃなくてですか。なんか春雨、糸こんにゃく、それ糸こんにゃく、そうですね、春雨入ってないですよね。そう、パロリちゃんが、はい、はい、はい、ということで皆様、夏バテ予防にぜひこちらのスタミナ牛丼も食べてみてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、それでは暑いのでですね、長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、はい、本日もですね、ここ京セラドーム大阪で素敵な一日をどうぞお過ごしください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。プリプベルちゃんもありがとう。ありがとうございました。